バーバーズストーリー、美容師のお仕事。私のサロンに幼稚園の頃から通ってくれている一人の少年がいました。彼の名は近藤くん。おとなしい子でほとんど喋ったこともありませんでした。その日は近藤くんが高校を卒業した数日後のことでした。ありがとうございました。相談があるんですけど。ヘアスタイルを変えるの？もうすぐ大学生だもんね。好きな子がいるんですが、どうやって告白したらいいですか？え？実は美容師をしているといろいろな話をすることがあります。髪型の相談だけでなく、親や兄弟に言えないいろんな悩み事など。この日初めて近藤くんから声をかけてくれたのです。なるほどね。小学校からずっと一緒で特に意識してなかったけど、大学で別々になるって分かった時、好きって気づいたんだ。はい。いいじゃん、素直に好きですって。無理です無理です。かっこよくないし、あまり喋ったこともないし、しかも僕あと10日で引っ越すんです。10日？近藤くん、3日後予定空いてる？僕に似合いますかね？大丈夫、どんどん進めるよ。本日彼は彼女に告白することを決めました。タイムリミットは3時間。色はアッシュブラウンが一番似合うはず。髪を染めたら次はシェービング。ムダ毛を剃って眉を整えて、ちょっと倒すよ。はい。次はフェイシャルマッサージ。血行やリンパの流れを良くしてむくみを取るよ。初めて知りました。美容師さんって髪を切るだけじゃないんですね。そうなんだ。かっけーでしょ。仕上げはワックスで髪を立たせて。忘れず買ってきた？はい。そして、じゃあ行ってきます。うん、健闘を祈るよ。ありがとうございました。終わったら必ず戻ります。見送っている時、彼の背中がよりずっとたくましく見えました。頑張れ近藤くん。まだ戻ってこないな。あれから3時間は経ってる。もしかして告白できなかったとか。ダメだ、様子を見に行こう。褒めてくれました。もう心配したんだから。その後は2人でたくさんのことを話しました。数日後、近藤くんは他県へ引っ越しましたが、長期休暇の時は必ずカットに来てくれて、大学の話や彼女の話をたくさんしてくれました。学園祭では実行委員長も務めたそうです。そして今はあの日に告白した彼女と結婚して3人の子供に恵まれています。こんにちは。あの時よくわからないけど、自分が変わっていくことが大切だと思いましたと彼は教えてくれました。美容師にはたくさんのお客様が来店されますが、単に髪を切るだけで来店しているわけではないと思います。ただ私たちの技術でたくさんの人を幸せにできるのも事実です。その笑顔こそが私たちの一番のやりがいなのです。美容師は人に変わるきっかけを作る素敵なお仕事です。